中日に、ゼロ広島、5日、バンテリンドーム、広島、矢野正也内野手のビギにファンも興奮だ。5日の中日戦、バンテリンドーム、で内野安打になりそうな打球を逆シングルで補給すると、ランニングスローで見事にアウトに。美しすぎる、残念そこは矢野正也、GG 賞確定でしょ、と SNS 上でも賞賛のコメントが上がっている。2番、遊撃。 で先発し、0対2で迎えた6回に攻守が飛び出した。一死二塁で打席にはロドリゲス。レフト前に抜けそうな打球が三遊間に転がったが、矢野は猛ダッシュで追いつくと、体が流れながらも一塁へダイレクト送球。見事な強肩を披露した。窮地を救って見せた。矢野の守備にファンも続々反応。他球団の選手ながら守備目ちゃんこ上手くて好き。 矢野のやばい方、だけどいつもの、って感じになってきた、チートすぎる、運命、などとコメントが寄せられた。兵庫、育英校、阿あだいを経て2020年ドラフト6位で入団。超人的守備力を武器に年々出場機会を増やし、今季はすでに自己最多の打席数に到達。セーバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社デルタのデータによると、 守備全般での貢献を示す UZR は5日時点で12球団1位の7.5をマークしている。データ提供デルタ2011年設立セーバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織書籍プロ野球を統計学と客観分析で考えるデルタベースボールリポート1から3水曜社間電子書籍セーバーメトリクスマガジン12 デルタ間、メールマガジン、1.02ウィークリーレポートなどを通じ野球界への提言を行っている。集計、算出した守備指標 UZR や総合評価指標 R などのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する1.02エッセンスオブベースボールも運営する。